はい、皆さんこんにちは。中の人ゲーミング、中の人です。今回はね、BA5 が BO4 より売れている件と支持終了のお知らせということで、最近の FPS の盛衰だったりとかね、どんな感じで売れ筋が動いてるみたいな、そういう話をこの動画ではしていきたいと思います。で、ざっくりね、内容をまとめると、 BA5 が BO4 よりも売れてる部分もあるんだけど、やっぱりこうBO4 っていうね、作品の人気ってのめちゃめちゃ根強くて、で、そして、CG はね、2大 FPS フランチャイズ、コールオブデューティー、ブラックオプス4と、バトルフィールドの5ですね、それに、シェアを奪われて、徐々に衰退傾向にあるけど、それでもまだ根強いっていうね、なんかそういう不思議なね、話をちょっとしていこうかなというふうに思います。で、まずね、そもそもどういうふうに売り上げというかね、売れてる部分があるっていうふうに言えるかっていう、BF5 がどれぐらい売れてるのかみたいな、そういう話なんですが、どこの情報で見るかっていう話なんですけど、Amazonランキングがね、一番 BF5 が今強い状況になるんですね。ずっとなんていうんですかね、BO4 の方が強くて、BO4 はもう売り切っちゃったみたいな、そういうところもあると思うんですけど、ここ数日、てか1週間ぐらいは BO が、BO じゃねえよ、BF5 が、BO4 を抜いてる状況にあって、で、フォールアウトが1位だったんですね、ずっと。で、ずっとフォールアウトが1位で、なかなかフォールアウト強いなと思いながらずっと見てたんですけど、なんていうんですかね、ここ数日、本当に11月17日が今なんですけど、本当ここ48時間ぐらいね、BF5 が1位になって、BO4 が3位みたいな、フォールアウトが2位みたいな、そんな感じで、BO だね、BO4 も抜くし、BF5 がこう第1位を Amazon ランキングの中で飾っているという、そんな感じですごく強いという、そんな感じなんですね。で、だがしかしですね、手放しに喜べるわけでもなくて、BF5 強えみたいな、BF5、もうやっぱこう初めて COD にこう売り上げ的に勝つかもしれないみたいな、そういくかというとですね、それも何とも言えないラインで、なんてかっていうと、 Amazon ランキングっていうのはランキング、数あるランキングとか、その様々な情報の中の一部分に過ぎないからなんですよね。で、細かいことは何とも分からなくて、例えば価格 .com だとね、まだフォールアウトとか BO4 の方が強いし、結局要するに BF5 は3位なわけですね、価格 .com のランキングだとね。で、しかもファミ通のランキングだと、どういう風に集計してるか僕もよくわからないんで何とも言えないですけど、 BF5 そもそもランキングに入ってないっていうね、そういう感じで、なかなかこう、なんていうのかな、 Amazon ランキングでは間違いないく売れているわけなんですが、なんだろうね、他の統計データというか、他のこうサイトとかで見てる限り、とにかく全部のサイトで圧勝みたいな、そういう感じではないので、まだ手放しに喜べないっていう、そういう状況でもありますし、もう一つ言えるのがね、売れてるからといって人気があるかというか、そういうなんていうかね、社会的な影響が大きいかっていうと、またそれもそうでもなくて、また登場するんですが、Google トレンドっていうやつですね。Google トレンドっていうのはまさに Google トレンドなんですけど、Google でどういうふうに検索してる人が多いかっていう、いつ何を検索してるかみたいな統計情報が見れるシステムですね、Google トレンドは。で、BF5 と、BF5 と BO4 をその時に比べる必要がね、あると思うんですけど、BF5 って、ちょっとめんどくさいことに、BF に、普通に数字の5って書くやつと、ビクトリーの V をね、入れるやつがあって、めんどくさいんですけど、両方とも検索をかけても、なんていうんですかね、要するに BF の V と BF5 と、BO4 のこの3つですね。3つの中で、BO4 が一番強いんですよ。で、それで BF の V と BF の5、数字の5を足しても、とても BO4 に及ばないというね、全然到達しないので、非常にこう、なんていうんですかね、Google トレンド的に見ると COD の、BO4 の方が圧倒的に強くて、やっぱりポップなゲームじゃないんだなっていうね。要するにみんな検索したりとか、するような、なんていうのかな、話題性だったりとか、そういう部分に関して言うと、まだまだ BO4 の方が上だっていう。そんな感じですね。で、ちなみになんですけど、一番この、なんていうんですかね、FPS とかに関連する業界の中で一番検索が強いのは、フォートナイトですね。フォートナイトが断然強くて、BO4 を、なんていうのかな、切り飛ばすぐらい強いですね。BO4 と、BF5 が、比べたときに BO4 圧勝っていう風に表現するんだったら、フォートナイトは BO4 に圧勝なので、本当にフォートナイトすげえんだな、みたいな。さすが任天堂のスイッチでもあるし、スマホでもできるし、めちゃめちゃ 今のところ強いんだなっていう、そんな感じになっています。で、そんな感じでね、一応 BF5、売れてはいるんだけど、Google トレンド的に見るとね、ちょっと険しかったりとか、そういう話なんですけど、あとちなみになんですけど、
Amazon ランキングで1位すごくねっていう話もあるんですが、実はですね、BF5 はもう一つ Amazon にね、入ってます。BF5 はですね、28位に Amazon 限定版が入ってるんですね。で、フォールアウトとかもね、確か、もう一つのね、エディションが入ってたと思うんですけど、まあ、こういう、なんていうんですかね、人気のあるゲームだと、まあ、1位とかになることもあるんですが、他のエディション、まあ、例えばその、まさに本当に Amazon 限定版とか、まあ、そういうのが入ってくるっていう特徴があるので、まあ、それで28位になってるから、まあ、すごく本当に検討してるというかね、今のところ Amazon とかで買う人多いんだなっていう、まあ、そんな感じですね。まあ、本当に BF5 今後に期待が高まるかなっていう。あとちなみになんですけど、あの Google トレンドで、Google トレンドってまさに検索とかがわかるっていう話ちょっとしましたが、BO4 はですね、現在ですね、まあ、下降傾向にあるんですね。基本的にまあ FPS フランチャイズのほとんどが下降傾向にあるんですが、発売された時はバーって伸びて、で、そこから、どんどん右肩下がりに下がっていく一方っていう、まあ要するになんていうの、みんな検索しなくなる一方っていう、まあそういうパターンが多いんですが、まあ BO4 もその傾向が今のところまあ強いので、まあもしかしたら、まあなんていうの、BO4 の衰退というか、だんだん人気が落ち着いてくる、まあよく言えば落ち着いてくる、よく悪く言えばなんか下がってくる頃に、BF5 がまたかなり楽しいゲームだっていうことが認知されて、また BF4 みたいに巻き返していくタイプになる可能性っていうのもまたあるのかなみたいな。まあそんな感じです。まあそれが巻き返すとしたら多分年明けとか3月とかまあそれぐらいの頃になるのかなと思うんですけど、まあまだそこら辺は細かいことはよくわからないという、まあそんな感じですね。で、CG 衰退の話なんですが、CG 終了の話はですね、CG は本当になんか長らくずっと頑張ってたんですよ。だいたいそうですね、BO4 が発売される前、BF1 とかが僕が BF1 とかやってた頃は、本当に CG 24位とか、まあ、30位以内に入って20代に入ってるぐらいで、もうとにかくずっとなんかいつまでいいんだこいつみたいな、まあ、そういう感じでずっと粘ってて、で、それで BO4 がリリースされてかなり BO4 にシェアを奪われても、それでもね、60位とか50位とか70位以内には入るみたいな、そんな感じだったんですが、まあ、それでこう最近になってきてだんだんランキングが下がってきて、Amazon ランキングのランキングが下がってきて80位ぐらいに CG 追いやられちゃうんですけど、まあ、ついにですね BF5 がね、こうなんていうのかな、まあ、1位になるぐらいのタイミングで、本当にまあそれぐらいでですね、ランキングに入ってなくなって、あれみたいなあれっていうね、なんかもうついに BF5 じゃねえ、まあ、完全に CG の時代終わりつつあるんだなみたいなね、まあそういうことが改めてわかるというね、まあなんか本当に、僕はずっとこの Amazon ランキングまあ、ほぼ毎日見てますし、これ1時間ごとに更新なので、多分1日3回ぐらい見てると思うんですけど、まあ本当にまあね、いろいろですよ、本当に。BF1 が盛り返したりとかね。BF1 もランキング外ですけどね。ちなみに COD のワールドウォッチかろうじてまだランキング入ってますからね。それもなかなか頑張っている。まあそんな感じでね、まあいろいろランキング移り変わったりとかするんですが、まあなかなか CG はね、徐々に衰退傾向にあるんだなっていう、まあそんな感じです。でもまあ一応希望もあって、希望というかね、まだこう盛り返してるポイントもあって、新オペレーター来ますよね。ケイトとノーマットっていうな。まあそんな感じで新しい追加オペレーターも来るので、追加オペレーターが来るっていうのもあって、 Google のトレンドですね、 Google のトレンドまた出てきたみたいな、まあそういう感じですが、 Google のトレンドだとほぼ BF5 とね同じ水準なので、まあなんていうのかな、 CG を検索している人と BF5 を日本で検索している人は同じぐらいしかいないっていうね、まあなかなか険しいというかね、それもどうなのみたいなね、まあそんな感じでね、BF5 売れてはいるけど検索する人がいないっていう不思議なね、状況がまた一つ、まあ、出てきたのかなという、まあそんな感じですね。BF5、BO4 ね、まあ最近すごくドンパチするゲーム多いですからね、レディオアナットもそろそろ出てくるとかなんとか言ってますしね、まあどうなるのかなっていう、まあそんな感じですね。なかなか FPS 業界難しいですけどね。 FPS 業界本当に COD とさ BF が強くて、で本当になんていうのかね、まあ、フォートナイトとかがね、大体多分ね、ポップさでいくと、今でポップさでいくと、フォートナイト、COD、BF っていうに進むのが多分順当な流れだと思うんだよね。フォートナイトに中学生にハマって、中学生の頃多分、例えば、まあ、すげえ大げさに言うと、まあ、中学生の頃フォートナイトにハマって、で、高校生になって COD を始めて、大学生になって BF やるみたいな。で、社会人になって何やんだろうね。あれとか、タルコフとかやっとくみたいな。まあそういう感じで、まあなんていうんですかね、ある程度、まあなんだろうな、どれが年齢層的にどうなのかっていうのは何とも言えないですけど、結局のところね、いろいろ調べてみないと。まあなんていうのかな、本当に、いろんな FPS のジャンルっていうか、FPS とか、まあドンパチするゲームの中でもすごくなんていうのかね、
フォートナイトみたいにすごくポップなのもあれば、まあ、BF みたいにねこういうコアなのもあって、まあ、すごく本当に FPS ゲームが今のところね、まあ、フォールアウトもそうですし、まあ、大体なんか知らないけどねゲーム業界を牽引してるっていうね、まあ、そういう状況にあるという、まあ、そんな感じですね。まあ確かにねゲームショーとか言ってもね、まあ、大体ドンパするゲームのやつとかいろいろあるからね、まあ結局みんなドンパツするのが好きなんだねっていう、まあそんな感じです。はい、というわけでね、まあ長々とねお話しさせていただきましたが、まあそんなコーナーでね、まあ一応この動画終わりたいと思います。この動画ねプーンっていう風に思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中野人ゲーミング中野人でした。